札幌市交通局8510系電車は、札幌市交通局が1987年に導入した札幌市電の路面電車車両である。8500系の装備車で、700系、710系置き換えのために申請され、1987年4月10日から運行を開始した。8500型を基本とするが、車体形状では車端の絞りを2段として、 運転台と前扉ステップを拡大したほか、車内では8500型で省略していた台車点検外を設けた。ブレーキシリンダノッチ段数も電線段を追加する変更がなされた。車輪はシェブロンゴムを用いた男性車輪から通常の一体車輪とした704号、713号が大体で廃車となっている。なお、2017年現在でも、 VVVF インバータに使用している素子は逆動通サイリスタのままであり、また同時点では札幌市交通局が唯一の RCT 採用事業者となっていたが、2018年には阻止をイグブトー v VVF インバータに更新された。1987年3月に8511号8512号が川崎重工業で製造された。 ビッグ広告だった8511号車2015年9月現在は2両とも、通常塗装となっているが、かつては8511号がビッグ、8512号が日課ウイスキーの全面広告車両となっていた。ABC、鉄道ジャーナル第21巻第8号、鉄道ジャーナル車、1987年7月、120ページ。 鉄道ジャーナル第21巻第12号鉄道ジャーナル社1987年10月136ページありがとうございます。